セルナによる RNA 干渉。セルナとは21から23塩基帯からなる低分子2本ぐさい RNA である。セルナは RNA 干渉と呼ばれる現象に関与しており、伝令 RNA の破壊によって配列特異的に遺伝子の発現を抑制する。この現象はウイルス感染などに対する生態防御機構の一環として進化してきたと考えられている。セルナは 戦中や植物における転写後の遺伝子再ンシング機構として存在することが報告されていたが、その後合成のセルナが人の細胞において RNA 干渉を引き起こすことがわかり、セルナを用いた RNA 干渉は遺伝子をノックダウンする方法として生物学及び医薬分野の基礎研究に応用されているとともに臨床への応用も期待されている。セルナの構造。 セルナは、通常21塩基体の二本鎖 RNA で、あるが、各 RNA 差の3部分は2塩基分突出した構造を取る。セルナはヘアピン状の RNA あるいは、調査の二本鎖 RNA から、ダイサーと呼ばれる酵素によって切り出されて産生されることが知られており、その結果として、それぞれの鎖は5末端に、リン酸元と三末端に、 ヒドロキシル元を有した構造となっている。セルナの細胞内入による遺伝子発現抑制は非常に画期的な手法であるが、その効果は一過性に過ぎないという欠点があり、セルナ発言ベクターの導入による安定発現細胞株を確立することによりこの効果を持続化させることができる。細胞内に存在する調査の2本グサリア RNA、または 細胞外から導入されたものは、ダイサーによって切り出されて、低分子のセルナへと変換される。2本ぐさりだったセルナは、ヘリカーゼと呼ばれる酵素の働きを受けて1本差に、乖りし、標的メッセンジャー RNA に対する、エンドヌクレアーゼ活性を示すアルゴノートタンパク、質等と複合体を形成する。この複合体の中で、セルナは、標的メッセンジャー RNA へと導く。 ガイド役として機能している。ありがとうございます。